藤縄清次は、明治から昭和にかけての政治家。1893年3月12日、新潟県中区引郡方町村大和土底浜に、酒造家の藤縄忠一、1日、妻、美香の次男として生まれる。女6人男3人の9人兄弟である。姉には、女子最高学校を創設し、初代校長となった藤縄久、解消し、 高田実家女学校二大校長となった古川、藤などがいる。藤縄家は代々土底浜の漁師であったが、聖遂たちの代から手造業を始めた。聖遂たちは晩酌の傍らに藤縄たちを呼び、人間、生を受けたからには、自ら働き、自らの手で豪を起こせ、決して人に頼ってはならない。また、下手な学問をするな、独立自尊を、 ザウの命とせよ。とよく言って聞かせた。そんな聖一たちも、上6人が女で、しかも聖がわずか3歳で溶接してしまい、家業を諦めかけていた時、藤縄が誕生した。その後、カズメ生まれ、ミオゾウオサムが生まれたが、藤縄は家の後取りであるため、可愛が利用は格別であった。そのせいか、後年の手腕家藤縄も、子供の頃は誠に、 気の弱いお坊ちゃんであった。最方神城高等小学校時代は、自宅と学校が地続きだったこともあったためか、学校で友達に何か言われるとこっそりと抜け出してきてしまう。そして横に倒して乾燥中の酒造りの大桶の中に隠れ、一人泣きじゃくっていた。その度に姉たちになだめられて元気を取り戻すというありさまだったという。この泣き虫のお坊ちゃんが、 いずれ県議会議長や大型庁の発展に尽くすとは、この時誰も想像できなかったであろう。ありがとうございます。